おはようございます。のりまるです。今日は2019年7月の8日週明け月曜日ですね。今時刻は朝9時40分です。今日も朝のチャンス行ってみようと思います。よろしくお願いします。これドル円の4時間足ですね。先週1週間ここでね、高値圏を作ってきた位置から一旦ストーンと売られてきて、これが4時間日足の押し目、だったんですよね。そこから押し目買いが入って、週末金曜日雇用統計等の力も借りつつドンと上昇していったと。で、現状は上昇してきてはいたんですけども、この高値、この辺りですね、日足レベルの抵抗帯っていうところで、これ、上値が重たい状態にはいるのかなと。高い位置まで来るとね、どうしても売られやすい状況があるので、週明け、この 108.5 円から 108.7 円かな、この直近高値、この以前作ってきたこのレンジですよね。このゾーンでどうやって動いていくのかなというところを見ていく流れにはなるのかなというところね、先週からお伝えしたところです。で、現状は日足レベルのこういうね切り上げてきている流れがあるんですよね。ただ直近高値、超えてきていない。まだね、値段で一応 108.636 直近高値を超えてきている状況ですけども、上位足の抵抗帯がね、こういったところで接近してきているので、安値切り上げてはいるけども、広く見るとね、こういう持ち合いの中にいるのかなというところでね、様子を見ていく方が良さそうかなというところですね。日足の流れで見るとこんな感じです。ただ移動平均線をね、上抜けるか上抜けないか、明確にその流れが変わるのが、この戻り高値のここですよね、108.7 近辺。ここには大きな注目が集まっているので、仮にここを突破することがあれば、このトレンドがね、ドンと進んでいく可能性はあるので、とにもかくにもこの高値、超えていくかというところに注目したいなというところですね。で、週明けの動きですけれども、週末にね、ズドーンと大きく上げてから、これ短期足レベルの流れで、ここですね、ちょぼ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 、横の動きをしてから、週明け、一旦下に窓を開けてきたチャートから、ぐっとこの押し目買いが入ってきて、これ高値を超えられなかったんですよね。そういった流れから今、一回こう売られてるような流れ、これが結局、上位足の押し目ですよね。で、例えばこの4時間の移動平均線だったり、切り上げにかかるようになっちゃったりとか、これが今1時間足ですけども、1時間足レベルでも、こうやってね、切り下げていくという流れが、一旦短期足レベルで、下がってくるわね。先週の、週明けにつけたね、こんな感じの動きを、イメージしていくのが、現状としては良さそうなのかなと。レンジの中で動いてきているチャートで、こういった押し目ですよね。下がってきてくれれば逆にね、すごくいい、買いのチャンスがやってくると思うので、例えば108円とか、1時間の、目標だとして、これが108円ですね。108円から締めがぐんと入ってたところ。例えばね、ここの、流れに対しての60.8%。違うな。108.25 とかね、以前作ってきた天井圏の、サポートかな、抵抗帯、108.16 でしたかね、その辺までの売りっていうところは十分狙っていけるのかなと、そこまで30ピップス程度、ひとまず週明け何をしようかなというと、そういったところが見て取れるのかなと。ただこのままね、もちろん上昇していく可能性もあるので、上昇していったとすると、さっき見たね、上位足の抵抗帯、108.7 円ですよね、108.7 円から108.8円。こういうところはすごく止められやすいので、買うにしてはちょっと、高すぎる位置にはいるのかなと。なんで、高い位置まで来ると、来れば、売りを狙っていくのがね、週明けの選択肢としてはいいのかなというふうに思います。自分もね、さっき9時過ぎの時刻に、108.51、この辺だったかな、この辺で一回売りのエントリーをしました。今ね、現状保有している状況ですけれども、今日から明日にかけてね、こうじわじわ下がっていくようなイメージを持って、しばらく様子を見ていこうかなというふうには思っています。はい。で、これユーロドルですね。ユーロドル、この日足レベルの切り上げてきている流れから一旦ね、押し目が入ってきて強く売られそうな流れっていうところはあったわけですよね。で、一旦この 1.13 から 1.127、 こういったところで週の半ば、先週の動きをしてきたので、こういうところでね、ずっと横の動きをして日足の切り上げ等に当たるような位置から買っていくチャンスがあれば買っていこうかなというところを見ていたわけですけども、雇用統計の
結果を受けて、ズドンと、まあ、一旦こう強く売られてきたってところですね。で、今強く売られてきたところから、ちょうどこの切り上げにかかるような位置に今値段がいると。値段でいうと 1.12 近辺ですね。1.12 近辺。で、現状、かなり強く売られてきているので、まあ、ここで買うにはね、ちょっと根拠が薄いっていうところで、この値段、下げ止まるか、どちらかに行く方向性をしっかりと見定めて、様子を見ていきたいなっていうところではありますけれども、例えばちょうど週足レベルの移動平均線に上からこう当たるような位置だったりとか、日足レベル、4時間足レベルで切り上げてきた流れがあったっていうところだったりとか、変わりやすい状況は あるっていうところですね。で、これは先週確認したと思うんですけれども、ここからね、安値を切り上げて、陽線が立って、陰線が立って、陽線が立って、これ、駒足、十字線ね、よくトレンド転換等で出るものですけども、天井圏、1.14 近辺ですね。ここで、陰線が出て、じゃあ次は何だろうな、陽線の順番なのかなと。流れとしても、陽線、陰線、陽線、陰線と、繰り返し交互で流れてきている中で、変わりやすい状況も、チャートの流れとしてもね、あるかなと。ただ今見たようにね、ここ強くかなり強く売られてきているので、これ止まる根拠は欲しいですよね。反発の根拠が欲しいので、そういったところを見定めていく、週明けにはなるのかなと。で、現状、直近の安値、この辺りですね、ここでの動きになってきているので、これが 1.1215 かな、以前聞いてきてないですね、これがね、だったり、直近安値 1.118、仮にこういう貯金の安値等に値が進んでくると、いい逆張りチャンスにはなるかなっていうところと、短期足レベルで戻り高値を明確に超えてくる、当然ですけどね、週明けはよいしょ、一旦下に窓を開けてきたチャートで、そこから押し目が入って、貯金高値の値動きになってきていると。この辺りですね、 1.1225 その辺かな。現状はこんな感じで、戻り売りが入ってきている状況で、この辺りを超えてくると、日足レベルのね、この締め合いが入っていく可能性が出てくる部分かなと。ここからね、かなり強くドーン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 と来ている流れで、今ね、下から買うのは逆張りとしてね、ちょっとね、勇気はいる場面ではありますけれども、反発しやすい根拠はあるので、そこあたりをね、見せためて、見ていけたらいいかなというふうに思います。実際にはね、こういう切り下げ、日足レベルの日足4時間足レベルの切り下げを、ブレイクしてきたところから、上位足レベルでね、ブレイクしてきたところから本格的なその押し目が入ってくる流れになってくると思うので、そこまではね、逆張りの認識を持って様子を見ていきたいなっていうところですね。ただ週明けの動きとしては、今ね、小幅な動きをしているので、一旦この上位足の強く売られてきた戻り売りが入ってくる流れっていうのは想定しやすいですよね。短期の流れでもダブルボトムだったり、そこの動きを作るまでちょっとね、様子を見ていきたいっていうところ、高い位置が来たらね、売られやすい状況があるので、ユーロに関して、仮に、ね、このまま上がっていけば、いい戻りのチャンスがやってくるかなと。で、再度、ここからズドーンと下がってきて、1.118 だったかな、さっきの直近の安値だったり、こういったところでね、そこでレンジを作ってから高値を切り上げていくような流れがあれば、そういったところから買うチャンスっていうのが出てくるかなと。見たところでね、この後の様子を見ていこうかなというふうに思ってます。ここまでかなり先週ズドンとね、かなり強烈に売られてきてましたけど、燃えてきましたけども、直近の安値、近辺の動き、1.12 近辺の動きを見て、この安値の切り下げ、切り上げ、週足レベルの切り上げっていうところに注目していきたいなというところですね。はい。で、もう一つ、これがポンドドルです。ポンドル、週末に1回買っていったんですよね。逆張りのエントリーなんですけども、底値近辺の動き 1.25、この辺りの動きに注目していて、週足日足のレンジですよね、この週足の底を見て、一旦の反発を見ていけるかなというところでね、週末に1回買いのエントリーしたというところです。
で、これ4時間の流れで4時間の掲載がずっと続いてきていて、まあ、そのトレンドをブレイクしていくような流れから、まあ、買っていけるチャンスがあればね、まあ、十分買っていけるかなというところで、ちょうどね、こんな流れを想定したところですよね。三角持ち合いをズドンと下抜ければ、まあ、いい逆張りチャンスがやってくるかなと。この直近の安値近辺に、まあ、注目して、1.25。まあ、現状その1.25は回復して、まあ、日足とかで下髭を出してね、まあ、サポートされてるような状況ですよね。ライン引いておこうか。1.25ですね。まあ、このあたり。まあ、実態で言うと、1.248とかかな。で、そこがまあ直近のやつですね。まあ、ここを試しに行ってから、まあ、サポートされる流れにはなったと。ちょっと拡大してみると、こんな感じです。まあ、実態レベルで言うと、この辺ですね。1.252、1.2525ぐらいかな。この辺の、まあ、冷やし実態ですね。で、まあ、現状はね、まあ、かなり強く売られてきている。まあ、安値もまだ切り下げてきている状況なので、まあ、売られてきている流れはまだまだ続いてきている。ここまでね、週足レベルの、まあ、レンジを上から下に向かってきていて、まあ、冷やしのトレンドだったりとか、まあ、売りの力は相当強かったわけですけども、こういった背景からね、まあ、この辺りで、まあ、一回底を作って、ここで一回ね、V 字回復して直近高値も、まあ、一旦抜けてきてるっていう状況もあったりとか、まあ、底値圏の動きをしやすい流れにはあるかなと。ここから大きくトレンド転換しなかったとしても、この1.25から 1.、違うわ、1.25か、1.25から1.2827、まあ、そのあたりの動きで、まあ、しばらく動いていく可能性の方が、まあ、強いかなっていうところでね、安い位置から買っていくっていう選択肢を、まあ、現状持っているっていうところですね。で、まあ、注目したのはこの4時間の切り下げの流れになるので、これをまあブレイクしてくるまではね、強く売られてきている流れはまあ継続するわけですけども、仮にこれがね、ドーンとこの週末の雇用統計等でつけたこの陰線を上抜けるようなね、強い V 字回復等を見せれば、そこからはまあトレンド転換してくる流れが一旦想定できるので、まあ、そこに注目していきたいっていうところですね。で、まあ、この流れ、まあ、一回これは消しちゃおうかな。で、まあ、ここでね、まあ、一回こう強く、まあ、V 字回復してきている流れがあるので、まあ、この流れに対しての、まあ、現状60.8%、この戻り売り、これ逆か。よいしょ。まあ、この流れに対しての戻り売りが入りやすい場面ですよね。このちょ、戻り高値。この強く売られてきた流れの戻り売り。で、これが、まあ、この高値を超えてくればね、そこからこの、まあ、次の目標、1.255かな、その辺、この強烈な売りを、まあ、全て打ち消すようなね、まあ、流れにつながる、まあ、そのところを狙っていけたらいいかなっていうところなので、まあ、今のこの戻り売りが、まあ、この戻りの流れは変わる場面ですね。この下からの押し目買い、以前ここで揉み合った位置、値段的にこれが1.25か。で、次は下がってきたとすると、この1.25近辺の動きに注目して、再度ね、まあ、買いのチャンスが出てくるかなというところ、まあ、短期足レベルで見たとしても、そのトレンド転換を、まあ、していくような場面を、まあ、下の方からね、まあ、狙っていくチャンスがあれば、まあ、狙っていけたらいいかなというふうに思います。強烈な上位足レベルで強烈な売りの中にいるわけですけども、そういったね、まあ、背景を見据えて、まあ、この辺りはね、まあ、判定を、まあ、狙ってもいいのかなと。で、どうでね、まあ、自分は狙っていこうかなというふうには思っています。まあ、その他通貨ペアもね、ちょっと大きい流れから、まあ、次の動き出しに、まあ、移行するような、まあ、兆しが、まあ、見えてきている通貨ペアが多いんですよね。なので、まあ、そんなところに注目して、まあ、今日明日と、まあ、週明けの動きに、まあ、注目していきたいなというところですね。再度これドル円です。今時刻9時54分ですね。まあ、一旦売られてきてはいるんですけど、この安値を、まあ、抜けるまではね、ここの強く買われてきた流れっていうのは、まあ、変わらないので、まあ、ひとまずこの安値108.37、まあ、この近辺からはここで買ってきた流れ、これ週末雇用統計つけた上昇ですね。ここの流れに対しての押し目が、まあ、入ってくる場面にはあると。ただそれがね、まあ、諦めるうち、まあ、この安値を切り下げてくる流れになってくると、
さっき見たね、上位足のこの切り下げ、押し目、になってくる場面だと思うので、まあ、そういったところにまあ注目していければいいかなというふうには思います。今現状ね、売りのポジション持ってますけど、直近高値、まあ、これを抜けていけばね、一旦損切りをして、また様子見をしていこうかなといったところですね。まあ、再度繰り返しですけれども、ドル円、この高値、今現状ね、直近高値近辺の動きになってきていて、先週からの動きで、まあ、かなり強く買われてきてはいるんですけども、まあ、上位足で、まあ、抵抗されやすい場面にはいると。でこういったまあ上位足の抵抗体っていうのは、押し目を作ってこうエネルギーを貯めてからドンと突破していく方がまあ抜けやすいんですよね、うん、もしくはこういったところでずっとは横のレンジをつると。で下から来ているこの4時間の切り上げ等を受けて、まあ押し目買いを狙っていった方が、まあ値幅も取れますし、まあ狙いもつきやすいと、まあ、下がってくれればまあいいね、その押し目買いのチャンスが来そうですけども、まあ、そういったところに向けて、まあ、週明けの動きっていうところで、まあ、言ったのね、もう押し目を狙っていける、あ、押し目じゃないか、あ、まあ、短期の下落を狙って、いくのが、あ、まあ、週明けで、ね、まあ、自分の戦略として持っていこうかなというふうには思っています。はい、それでね、今朝のチャートコーナーは以上です。今週も1週間、張り切っていきましょう。